ダッシュで行こうぜ。どうも、武田でございます。はい、ということで本日の動画なんですけれども、昨日に引き続き比べ対抗の動画、皆さんに見ていただきたいと思います。で、本日見ていただく内容が、ヨシキと福の 1500m プラス TKG のね、やり投げを皆さんに見ていただきたいと思います。さあ、早速最初は 1500m の方から見ていきたいと思います。どうぞ。ダッシュで行こうぜ。さあ、始まりました。ヨシキとフグが同じところで公式戦で走るというね、とても貴重なレースです。おお、始まらない。頑張りました。さあ、 1500m、 やっぱりヨシキがしっかり出てきます。やっぱり前後の組見てると4分20ぐらいで1着でゴールしてるんで、いつも通りの力を発揮できればヨシキは難なく予選を通過できるかなといったところでございます。さあ、会場には拍手が鳴り響いておりますけれども、さあ、福はね、社会人ベストを狙いながらしっかり走っていくという形になると思いますが、うん、いや、いかんせん当日はめちゃくちゃ暑かったです。そしてかなり湿度が高い、動いて止まると汗だらだらになったことを今でも覚えてます。さあ、ヨシキはしっかりと、前の集団についてきます。ちょっとここでね、プクとヨシキ離れちゃって、画面的に2人を映すことはできないんですけれども、ちょっとそこはご了承いただきたいという形でございます。ヨシキ今回ですね、なんとコスモレーサーを履いております。そしてピン、このニードルピンをつけて走っております。初のね、まあ、ちょっとなんか今回ヨシキの走りポコポコ浮いてるかなという感じはありますけれども、これ後半まで持つのか、うん、さあ、どん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 進んでまいります。さあ、頑張れヨシキ。どのような結果になっていくのか、この暑さの中。さあ、このペースはいかに、ちょっとこの集団についていきたいところではありますけれども、いかがでしょうか。ちょっと厳しい形になってきております。向かい風も強い、ホームストレートの向かい風もかなり強いです。さあ、どういうレース展開になっていくか。ちょっと抜かれてますね。はい、抜かれて、もう少しで 800m 通過になります。ごめんなさい、 400m の通過のタイムしっかり取れていなかったので、ちょっと 800m からしっかり取っていきたいと思います。 800m の通過のタイムが20、21秒89 2分21秒89。ちょっときつそうですね。いつも2分17ぐらいで行っておりますので、16とか、ちょっと1500m で、ね、詳しいタイム僕分かんないんで、このペースだからこのタイムみたいにいう風になるのはちょっと分かんないんですけれども、多分厳しいはず、で、前方の選手とも離れてちょっともがいている。もう 1000m 前ですが、もがいている形になっております。 1000m の通過、そろそろ、まあ、大体この辺か、大体この辺かな、大体この辺。3分2秒ぐらいですかね。3分1秒か3分2秒ぐらい。厳しい。さあ、しかし、ここでラスト1周。どうなるか、ヨシキ。さすがに、福と離れてしまっていてね。福の状態にも分かんないですが、まあ、後ろで頑張っていることでしょう。ちょっと2回目用意できなかったので、本当に申し訳ないです。福も後ろ出してます。さあ、ラスト1周、ヨシキ。一周どこまで上げれるのか、いや、厳しそうですね。さあ、ラスト 300m 切って、ここラストスパーで上がるというところでございますけれども、このままのタイムですとちょっと予選通過も厳しそう、ちょっと厳しそうでなりそうです。引き出すとどこまで上げるか、やっぱ少しのタイムを上げておくことで、プラスで拾われる可能性というのが出てきますから、まあ、ここはしっかりラストを加えてほしいと思います。さあ、引き出すと頑張れ。
このまま流れ出して入るか当たりので大逆転が起こるかというところ4分20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31秒ぐらいか。ちょっときつそう。そしてすぐ服の方に戻ってきます。服がどの辺にいるんだ。発見しました。発見した。さあラストは服をもがいています。頑張れ。さあここでかなりの向かい風、しっかりこのね服の走りで向かい風を避けてゴールしていきたいところです。ゴールしました。手元の時計は4分53ぐらいですかね。さあ元気そうです。よかった。お疲れ様。ダッシュで行こうぜ。はい、ということでちょっと今回はね2人とも厳しい結果にはなってしまいましたけれども、ちょっとここでよしきから皆さんの方に謝罪文ということで反省文。この度は4分31秒という記録を出してしまったことに対し、いつも応援してくれていた視聴者様の期待を裏切る形となってしまい大変申し訳ございませんでした。形になってしまい丸ってもう絶対国語点数低いだろこれ。お母さん、お父さん、 YouTube を見るためにスマホにしたのに無様な姿を見せてしまい本当にごめんなさい。周平、試合が終わってから次大丈夫だよの言葉がとても温かくちょっぴり泣いてしまいました。嘘7割いつもありがとう。アクセルの皆さん、今年も貢献できなくてごめんなさい。正直に申しますと一番の原因は約1ヶ月前に4分13秒というタイムを出したことにより満足の気持ちいっぱいになってしまい気持ちにおごりがあったのかなと思っています。とはいえこの1ヶ月で約20秒もタイムが落ちるということは普通ではありえないことなので、今大会の原因追求改善をしっかり行い日々の練習また頑張っていきたいと思います。さらなる成長をまたみんなに見せられるよう心を入れ替えて頑張りたいと思います。重ね重ねになりますがいつも応援しているリスナー様には本当に感謝しています。今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。はい、まあまあうまくいかない月なんてありますからね。まあプクはねあのゴール後あの楽しそうだったので、ね、そっとしておきます。はい、ということでよしきとプク本当にお疲れ様でした。次はヒゲニのやり投げ皆さんに見ていただきたいと思います。どうぞダッシュで行こうぜ。 TKD やり投げ1投目やりにとってはめちゃめちゃいい風が吹いております。はーい、あ俺に気づいてるのね。見えるんだ。目標は48を出して県選標準を突破したいと言ってました。普段練習全くしてないんでどんぐらい投げるか見当もつかないんですけど、さあどうだ。1投目、46ぐらいいったんじゃないか。いや助走があんなままならないのによう投げるな。 TKD2 投目です。ショート44メートル70、俺の予想。何、男子 100m ハードル決勝を迎えました。決勝8位だって、すごい。ベスト8残ったよの報告です、ね、ダッシュで行こうぜ。はい、ということでなんと BKD2 年連続決勝進出。アクセルの方々から競技転向したらと 4,5 人に言われましたね。しません。 100m あってのやり投げですから。これ2年連続ってなると運じゃないでしょ。もうここすごくない？びっくりしたんだけど俺も。4系と被っちゃって1本投げれなかったんですけど、この2本でちゃんと決勝進出もぎ取ることができました。ということで早速決勝の動画見ていただきたいと思います。どうぞ。ダッシュで行こうぜ。TKD、ベスト8に残ったみたいですね。予選2投しか投げてないんだよな。ベスト8決勝1発目。おいったね。いったんちゃう。自己ベストでしょうか。 TKD ごめんなさい、今100の決勝をちょっと取るように頼まれてまして、何とめかちょっと分かんないんだけど、100の決勝直後の周平の投擲が取れてませんでした。申し訳ないです。周平さん、ここはちょっと編集でなんとかうまくカバーしてもろて。さあ女子 50m 競走決勝がスタートしました。うん、ちょっとね疲れてきたかな。結構飛ばしたもんね。うんと、
うんうんとね、いや疲れたよ、よっこらちょっと、いやもうスパイク脱いでお家に帰ってお風呂入るの、うんつっているんじゃないでしょうか。俺のアフレコ超つまんなくね。ダッシュで行こうぜ。お疲れ。自己ベストきた。何メートルだった？47メートル10だから。あ、惜しい。目標まであと90センチだったね、はい、おさらに先ほど終わった4K も優勝しました。はい、いやすごい、素晴らしかった。大活躍じゃん。いやいやいや、主演が大事活躍する気って俺いつもダメだよ。吸い取られてる。いや、いやメンタルの問題ですね。僕の場合は気持ちの問題。もう本当によかったね。いやでも自己ベスト嬉しいね、普通に。いや素晴らしい。あと90センチで県戦出れます。いや素晴らしい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。